ゆうじろうチャンネル、今日のお題は天板商品が売れない人の共通項はこれです。天板商品初めて聞きました。マジで、はい。まあ、ちょっとこれね、あの専門用語っぽいかもしれないけど、あのよく美容院のやつらが自分とかでシャンプーとかトリートメントとかあるね、 あれが天板商品。あ、じゃあ普通の雑貨屋さんのものは違うんですね、あれは。うん、でそうなんだけど、店に例えばエステとか行ってもエステの商材とか、そこでパック売るとかね、そうですね、うん、それが店で販売する商品、天板商品。はい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 、わかりました。これがあの売れる人と売れない人ではこんなに違いますよという共通点があるわけなんですね。はい、ね、その辺を話してみたいと思いますので、今日はこのテーマで行ってみよう。はい、こんにちは、板坂裕次郎です。こんにちは、土手かな子です。はい、今日はね、あの天板商品が売れない人の共通項って言うんだけど、これね、美容師さんもそうやし、エステの人もそうやけども、そういう技術を売っとる人ねたちが、こう帰るときにこう何か物を買って帰ってもらうという。だからやっぱりね、エステも美容院もそうやけど、店の売り上げっていうのを上げようと思うと、やっぱり技術売り上げだけだったら数が決まっとるし、だからそこに物販が入っていかんと売り上げって上がっていかんのだけども、なかなかこの物販を売るのが苦手という人がおるわけよ。買う？お前は美容院でシャンプーとかトリートメント。美容院でシャンプー買います。シャンプーとトリートメントだけですけどね。それはどう？あとなんかすごくこうセットしてもらった時にいいなと思ったスプレーだったりワックスだったりとかもたまに買いますね。それ自分からよ、それともどうでしょう、これがいいよって書いて売られる。もうあのそのシャンプーしてる時のトークの中でその商品の話が出たりとかして、なんかこう私がこう髪が最近ペタンコになりやすいんですよねって言ったら、あ、こういうのありますよ使ってみますかとか、そういう会話の中で生まれるもので、なんか向こうからすっごい勧められたりとかでもなく、逆に私向こうからすっごいこっちが何も言ってないのに勧めてこられたら買いたくなくて、天板商品が売れん人の共通項っていうのは、一生懸命売ろうとするんや、売れないやつはね、売れないやつほど一生懸命良さを力説しようとするんや、もうね、すればするほど客は耳を塞ぐけんね。そう、絶対なんか、あ、売ろうとしてるって思った時点で言葉が耳に入ってこないんですよね。あのね、結局その天板商品を売るというこの行動があるじゃん、その行動一つが誰のためになっとるかで大きく変わるわけよ。はい、例えば自分のため売り上げを立てなくちゃいけない、って思っとるのか、いや土手ちゃんもう髪の毛ひどすぎるけ今って、だから絶対これを使わんともっと悪くなるけど、って思っとるかっていう気持ちの持ちよう。そうですね、そこですね。例えば自分の売り上げを作らなくちゃいけないって思うと、今日土手ちゃんパーマしてカラーもしとるけ今日2万円なんぼじゃし、そこにこのトリートメント1万円たら3万超えるし、ああ払えんだろうなとかって、っていうのはお前の財布の中を気にしろだけ。まあね、まあね、そうじゃなくて、こうやって今日施術しようとこうやってやろうと、うわこれ第1分これやばい、これ痛み方半端ないわって、これにこれパーマかけたりしたらこれ大変なことになるわ、って思ったら、今日パーマかけずにこうしたきにさえ、で絶対もうこれはもう使って、もうこれ使って、次回来るまでこれ絶対毎日欠かさず使ってよって、これこうやってやってそれで来てねって、だからあなた死の子の言わずに今日これ買わねえダメじゃけって言われたらどう思うやっていう話や、私のために言ってくれとるなと、でこっちも自分が売りたい売り上げ上げたいじゃなくて、今これやっとかんとほんまにひどくなる、この子の髪の毛がっていうね、という本当にあなたのためを思って出とる言葉か、これねすごく大事でね、これを売らないと明日の支払いができないとか思うと、売りつけじゃん、後者はあなたのためにだから、そうだから、まあ、ある意味で売ってるんですけど、あれですもんね、こう提案というか、本当に自分のことを考えて言ってくれてるって、そうそう、だからね、相手の財布の中を覗き見しょるうちはまず物は売れんけ、人間誰しもそうだけども、もう本当にお金ないんよって言っても、必要だと思ったものには金出すけ、そうですね、いやもう金なかったらないんかって言っても、バーンとこうたりするじゃん、必要じゃん思ったら出してくるんや、そうですよね、もう土手かな子金ない金ないって言おうよるけど、こいつぶり持っとるけんの、
いや待って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 。ためあげと両方違う。金持ってない金持ってないも言ってないし、金持ってもないし、両方逆です。あれ、なんかわしと一緒になってこうギャラの話するとき、もうお金がなくてもお金がなくて。違う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 。仕事がなくて。言い方が違うだけじゃない。ね。まあでもあれよ、本当にそのお客さんのためを思うかどうかっていうのは大きく変わってくるね、うんうん、でも、うん、やっぱり儲かっていこうと思うとちゃんとやっぱり転販商品とかもやっぱりちゃんと販売もしていかなきゃいけないし、そうですよね。でね、販売をしちゃダメなのね、うん、あのね、さっきのか、昨日喋ったわしがこうやってね、うん、懇親会とかでもこうどんな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 って回しおるのは、なぜ回すかというと、裕次郎さんはどうなんですって来るのを待っとるだけなんや、うんうん、リサーチしながらね、そう、わしがそこについて、あののわしはこうでのこうでこのこうでこうでこうでってから自分の話ばっかりしとったら、うん、なんなんこいつ、うんうん、になるじゃん、うんうん、でもどうなんって聞かれたけ、いや聞きたいってなるわけ、うんうん、聞かれたら答えやすい、そう、聞かれたから答えやすいという聞かれるというシチュエーションを作れるだけなの、うん、分かる、うん、例えばわしがお前のシャンプーしながら、どうしたんこれらバシバシになってからなんかしたんだろうみたいな、うんうん、コロナでホームケアかなんか白髪染めちょっとやったやろみたいな、うんうん、分かるみたいな、もう俺いけ、ちょっと待ってよってから、じゃああの特別なあのこの間入れたあの特別なシャンプーあれちょっと持ってきてってから、ちょっと日高持ってこいみたいな、うんうん、で持ってこさしたようなふりして全然ここにあったやつでピッ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 これね、やっぱりこうカサカサになった人にはすごい縁よみたいな話ってバーってやって、うんうんうん、はいって言ってパッと椅子がパッと起こったら、ここにもうシャンプーが置いてある、うん、こんなホームケアで傷んだ髪用シャンプーみたいな、でそれに触れずに、ね、もう今日ほんまバシバシやったよとかなんとか言ってたら、あ、何これ、え、これさっきのシャンプーこれって、これああそうそうそれそれってから、だから買ってみようかな、9800円、結構高いんじゃねえって、うんうん、いやいや何よ、この9800円でこの紙が元に戻るんやったらめっちゃ安いけって、うんうんうん、はっきり言うけどお前の紙これ9万8000円かけても戻らんはずえみたいなって言われたら、帰りにちょっとあれも買って帰るけとか、まあねまあね、なるやん、うん、そのやっぱり相手から聞かすという前振りのこの誘い水は出しとかん、ええ、うん、これを買ってくださいとか、今日のシャンプーどうされます、買われますみたいな、買われますみたいなこと聞くなよね。そうですよね、うん、しかもなんかそのいやいいですっていうお客さんもやっぱりいいですって言いにくいじゃないですか、だからそうやってお客さんに気を使わせるっていうのはちょっと良くないなって思う、うんうん、だから買わされたって思うじゃん、うん、そうじゃなくて自分から帰りにお金払うときにあれどうしたれ、シャンプーはあれで洗った方がいいんかねとか言って、うんうんうん、いやそりゃそうやよ、うん、それ洗った方がええけども9800円で高いと思ったんじゃろ、高いと思ったんならええんじゃない、その辺の町の安い908円のやつ ね、うんうんうん、ね、そうやって髪をもっとボロボロにすりゃええじゃんかだってそこまで言われるって言われたら、いや絶対嫌だみたいになるのだから自分でやっぱり買いたいという最後は自分の意思で動かしてやらさんじゃダメだけ、うんうん、なのに天板が苦手な人は頑張って最後の一言もこっちで言ってしまう、はいはいはい、そうですね、うん、アウトですよ、うん、やっぱ最後の言葉はあなたが言いなさいよじゃけ、うん、ね、だそのためにはやっぱりこの商品がなぜこんなにいいのかとか、うん、いうことをやっぱりちゃんと伝えてもらうにはね、で一番大事なのは自分のために売るんじゃないよと、あなたのためだからね、はいはい、うん、あなたこれ使わんとほんまにひどいことになるよと、ええ、いう思いがあればそれはちゃんと伝わる、うん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 、で転販商品の極意は売らずに売る、売り込まずに売る、そういうことか、うん、ふんふんふん、ずーっとクロージング決め上げて決め上げて決め上げて、買うか買わんかどっちにしますだけ喋らない、まあまあどっちでもいいんだけどねみたいな、うんうん、そこまでも、でもそれもでも相当のテクニックですね、いや違う、これはなぜあなたにとって必要かということまではちゃんと伝えとかないと説明しなきゃいけないですもんね、うん、でも使う使わないはあなたが決めれること、うん、ね、でも
あなたがもし自分の娘だったら、自分の親友だったら、死の子のやつに絶対使えって、うん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 、絶対言うって、うん、で私はドテちゃんのことをもうお客さんを超えとる、すごく仲のいいお客さんだと思うから、うん、本当は絶対使えって言う、言う。でもまあこれは一応お店側の人とお客さんだから、まあ、そこまでは言わんけ、うんうんうん、まあ、もし本当にあの必要だと思ったらって言った時に、じゃあ買って帰るって、うん、高いよ、いい、うん、買う言うたねみたいな感じや。そうですね。そうじゃなくて買ってくれよ言われると嫌だろ。嫌だ。売られた気がするやろ。うん。でも最後確認する方いますよね、やっぱり。どうやって？あのさっきのあれはどうされますかって。あ、私がその言わないからかなとか。そういう時どうやってやる？いや、すっごい本当にギリギリで、お会計の時までちょっとギリギリまで迷う時ってあるじゃないですか、うん、どうしようかな、でも買おうかなって、っていう時にやっぱりタイミングなんですね。そう言われたらやっぱ買っとこうってなるんですけど、もう買わないって決めててしれーっとしてるのに言われたら、なんかもう、いや、こっちから言わないんだから言わないでよって思う。でもその時は、ま、今日はとりあえずいいです、うん、って感じ。あ、大丈夫ですって言っていつも大丈夫ですっていう。あー、なるほどね、うん、だから期待値がそんなに高くないんや、その商品に対して。お前がの、そういう大丈夫ですって言ってお断りする時には、うん、そうですね、うんうん、どこまでの期待値を上げて言っとるかっていうのと、うんうん、今のあなたにこれが必要だからみたいな、うんうんうん、でもさっき自分でこうやって演技しながら思ったんだけど、こうやって髪の毛開いて、うわこれいけんわ、ちょっとあれ持ってきてってから、あの私専用じゃってこの間入れたあのちょっといいやつとかっていうのが、こうやってこうね、タオルみたいなのかけられてここで聞こえるわけよ、うんうんうん、で来てパーってやったら、ほらほら全然違うじゃろとか言われると、物が見えてないけど、またそう、なんなんじゃろみたいな、気になる、うん、え、なんじゃったさっきのやったら、お、ママレモンみたいなそれ汚れよ、落ちるんよこれがみたいなね、油分がなくなる、そうそうそう、カチカチになるあ、でもなんかそういうなんかこう人芝居、うん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 、これも大事じゃない、やっぱちょっとして演出ね、うん、うんうん、大事やろ。そうですね。で期待値高めて、で最後なんか話しとって、いやでも、あ、今日ねほんまにちょっともう一回髪触らしてて、ほら、あ、すっごい良くなったやろって、うん、もうねほんまにアロマのシャンプーねすごいんやって、うんうんうん、ね、っていう話して、じゃあやっぱ買って帰るって言った時に、日高あれあるんかいの言ったら、いやちょっと待ってください、ちょっとないかもしれませんみたいな、うわマジでどっちゃんごめん、もう在庫がないかもしれない、ああありました1個とか言って、ああ終わった1個、めっちゃうまいよねそれ、だから、わあよかった買えた私ラッキーってなっちゃう、うん、倉庫開けたらそのシャンプーしかない、めっちゃあるんでしょ全員朝から晩までお客としていたら全員に言っとるわ、そうそうでパーッと出てありがとうねってから言うんだけど、で他のお客がまた来てその同じパターンをしゃべるから、うん、お前が忘れ物に帰ってくるね、うん、だからあーごめんないかもしれんってか夜そうそうまあでもね、店舗商品っていうのはうん、売っちゃダメなの、売っちゃダメ、売り込むまで、そうですね、でお客さんが買いたいと思ってもらえるように売り込むことが大切なんですね、うん、まあね、これをねどうやってやるのが一番上手なやり方かっていうのをミッションで教えますからね、はい、はい、じゃあ今日のミッションはこれです。はい、じゃあ今日のミッションはね、天板商品が売れない人へのミッション、これはさっきも言ったけど、この商品がなぜこんなにいいのか、なぜあなたにいいのかっていうのを、例えばわしなんかはこう口がうまいけうまいこと喋るけど、うん、それが喋れん子だって、はい、じゃあそういう子はどうしたらいいかやったら、うん、ブログに書きなさい、ブログに、おー、そっか、こういう人には絶対これがいいんです、絶対なんです、なぜならばこうだから、だからこうだからってわーっと熱く書いとったら、うん、それを見た客がこの間あのブログに書いとっちゃったあれがあるじゃないですか、うん、で振ってくれるんだから、うん、あれどうなんですって、あー読んでくれましたか、あら本当にいいですよって、うーん、このね本当にもねすごい言い方がある、あれ本当にいいですよじゃなくて、あれ本当にいいですよってこのためね、ここめっちゃ大事、心を込めてね、あれ本当にいいですよ、あれ本当にいいですよ、うん、伸ばすとき目もつぶるね、本当にどう思うか、本当にいいですよ、あのいいですよはちょっと小さくねあんまり大きい声で言うんだけど本当にいいですよ、
そう響きますね。グルやろ、うん、同じこと言おるんよ。同じこと言おるんだけど で,、ね、でも言い方ですよね。いいですか、うん、これ丸々パクった方がいいですよこれ、うん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 、そのまま。あのね、まずぶっつけ本番やったら素人さんだけダメだけ、うんうん、まずは鏡の前で本当にいいですよまあ、もしくはね、スマホとかで動画を撮って、あ、自分で見る、うん、あ、自分で見て、うわほんまに良さそうなのこれ、うん、って思ったらゾクゾクするね、うん、あ、いいねそれ、うん、いい、そういうので練習してみてください。はい、ね、これであなたも今日から天板売り上げで月100万ぐらい売れますからはい、ということで今日伊達さんからのお知らせ、はい、ということで、じゃあ、まあ、そういうね、エステとかね、美容院とかされてる方はぜひ今日のこのお話を参考にしていただいて、そうじゃない方もやっぱりこう商品を売る職業の方って多いじゃないですか、うん、だからそういう人はぜひ本当にいいですよ、まずこの練習からお願いしたいと思います。どうです、できてた？もう一回やってみて。本当にいいですよ。うさんくさいわお前のは私ね、大根なんです。この自然とできないとダメだけどね、こんなんね、うん、やってみて、うん、ただね、本当に自分でいいと思っとかんとできんけど、うん、いや、マジでええけ、あーマジで広島弁の方がいいですよね。いや、めっちゃいいんだって、あっていう、まあ、お客さんだったらまあうちええけ、マジでええけびっくりするで、それでいきましょう、まあ、はい、はい、ということで、これぜひこの人に教えてあげたいなって思う方が頭の中に思い浮かんだら、ぜひその方にシェアをしていただければと思います。はい、はい、今日はね、天板商品をこれで売ってみんなで儲かってください。うん、じゃあ今日はここまでです。またね。